こんにちは、宮沢です。今日もビスマルク体制と勢力均衡の話の続きをしていきます。一応今回で、ビスマルク体制の話は終わりになります。これ以降は第一次大戦に向かっていく話になりますんで、それはまた別にシリーズとして録音していきたいなと思います。で、今日お話しする本題に入る前ですね、今日10月19日なんですけども、今週私地元で佐藤勝さんの今を生きる階級論っていう新潮社から出てる本でですね、読書会やるんですね。何名ぐらい参加してくれるのかちょっとわかんないですけど、今のところ私ともう一方出席者がいるだけで、二人っきりかもしれないですけど、やる予定なんですね。で、私、佐藤勝さんの、ファンっていうか、作家の中では好きな方なんですね。で、昔から好きかっていうとですね、こう出てきた頃から僕は実は読んでんですよ。物を書き、この方が物を書き始めた頃から。で、その頃はそんなにピンとこなかったんですけど、最近、もうすごい本たくさん出してるんですね。月3冊4冊出してると思うんですけども、もう毎週出してるぐらいの勢いで出してるんですね。で、ラジオも YouTube でたくさん佐藤勝さんがニュース解説してるやつあるんで、それでも聞くんですね。あと東京大地獄っていうのやってて、それも YouTube で聞けるんですけども、そういう喋ってんの聞いて余計ファンになったって感じなんですよ。で、本だけ読んでたらそんなにファンにならなかったなって感じなんですけど。で、この今を生きる階級論って本はですね、新潮社のカルチャーセミナーみたいな講座を持って、そこで話してることを本にしたものなんですね。で、なぜこういうカルチャー講座で今を生きる階級論、この本の前に今を生きる資本論って本なんですね。一般市民向け、市民って言うとちょっと、市民っていう言葉の定義っていろいろ難しいんですけど、一般の人向けに、この佐藤勝さんがなぜ講座をやって、哲学とか歴史の話をしてるのかってことが書いてあるところがありまして、そこを読み上げてですね、お話ししたいと思います。で、なぜかっていうと、僕がなぜこういう活動してるかもそこにかかってくる話なんで、聞いていただければと思います。76ページにあるんですけども、思考するプロレタリアートのために、それからレポートの中に要望を書かれた方がいて、一方的な抗議になっていて、質疑応答といっても時間が限られているから、きちんと双方向を担保にした形で合宿みたいなことはできないかという意見がありました。希望者が何人かいるようでしたら、2泊3日ぐらいでテキストを決めてやってみてもいいですね。あるポイントで飛躍的に理解の水準を上げるような努力って必要だと思いますからね。もっともそういう私塾、私塾とか勉強会みたいなものは今もないわけじゃない。でもなかなかアクセスできないわけ。どうしてだと思う？異常に金が高いから。実は中谷巌さんがやってるんですよ。最初、多摩大学で彼がやっていたゼミ。いくらだと思う？500万円。かっこ、会場笑い。かっこ閉じ。今は多摩大学から離れて、伏木塾という私塾の形にしてやってますが、やはり1期500万円。それで条件は、一部上場企業もしくはそれに準じる企業の部長以上。だから中小企業だった場合は、例外なく経営者。さらに部長以上といっても、そこで、絞り込みをもう一回かけて CEO になる可能性がある。その企業のトップのレースに入っている人間だけ。それで人数も30人弱に絞っています。それで六本木ヒルズに24時間使えるような施設を用意して、夜食も取れる体制にして、海外への10日間ぐらいのゼミ旅行もある。そこでは中谷さんのネットワークを使って、各国の政策意思を決定する閣僚級の連中との意見交換を旅行スケジュールに必ず入れる。そんな私塾を作っているんです。
あれ一人500万円取ってるけれど、中谷さんは持ち出しにこそならないがトントンだと言っていました。彼としては完全なボランティアですよ。彼がそこにかける時間で講演なり執筆なりすれば数十万円も稼げるわけだから。ということです。まあ今の話聞いてもちょっとちんぷんかんぷんだと思うんで補足しますけども、まあこの新潮社で多分週1ぐらいの、週1かな、月1ぐらいの講座を6回に分けてやってるんですね、これおそらく。で、これは佐藤勝さんがやってるんですね。まあ、新潮のカルチャースクールみたいなのあるんですね。多分検索すれば出てくると思いますけど。だそんなに高くないんですよ、これ。1回3000円ぐらいだってんで、6回受けて2万円弱で受けられるやつだと思うんですね。だけど今、これキャンセル待ちぐらい、多分4、50人しか受けられないんですけど、人気で、なんか受けられないらしいんですけどね、すぐ埋まっちゃうみたいですね。で、まあそういう講座ですね。まあ知識人が教えてくれる講座っていうのは、まあこれ受講した方が一方的な講義になってるから合宿やってくれっていう要望したってことですね、佐藤勝さんに。で、そう、いいですねっていう話になったんですね。2泊3日でやれば。で、中谷巌さんという人はもうやってると。で、この中谷巌さんという人はどういう人かっていうと、僕本読んだことあるんですね。資本主義はなぜ自壊したのかっていう本がですね、これ、集英社文庫に入ってるんですけど、この方は一橋の経済学部を卒業して日産に勤務。で、その後休職してハーバード大学院に留学して、ハーバード大学で経済学博士を取ったんですね。で、まあ、なんですかね、伏木塾ってなってるんですね。その後、まあ、細川内閣とか小渕内閣の、なんか経済研究委員みたいなの、審議会が入ってたんですね。で、その後、三菱 UFJ リサーチコンサルティング理事長などをやってると。で、この方が伏木塾っていう塾をやってるんですね。だから、これは、一般向けに開放した、なんか、なんですかね、教養をつける塾なんですね。で、これよく新聞に広告載ってんですよ。日経新聞に伏木塾生募集とか言ってですね、よく出てんの僕見たことあるんですね。で、僕は前から知ってたんですけど、これが1期500万ですね。だから半年ぐらいなんですかね。だから半年だか1年だか、500万かかるってことですね、入るのに。で、やっぱり500万も払える人ってなると、一部上場企業もしくは企業の部長、それに準ずる企業の部長以上と。で、中小企業で言ったら、経営者っていうか、まあ、次期経営者ですね。オーナーの子供みたいな人たちですね。そういう人たち30人ぐらいに絞っていると。で、そういう人たちは六本木ヒルズに24時間使えるような施設用意して、夜食も取れる体制にして、まあ、週末勉強するわけですね。で、なおかつ海外への10日ぐらいのセミ旅行も行うと。だからまあ勉強漬けなわけですね。で、そういう形で勉強してる、まあ、なんていうんですかね、エグゼクティブっていうんですかね、今、結構いるってことですね。で、実はその、この伏木塾って私塾ですけども、まあその、早稲田とか慶応とか、まあ東大にもあんだか知らないですけど、まあ私立大にはその、なんですかね、社会人向けの大学院があるわけですね。大学院みたいなの。まあ、たくさんあるんですね、今最近。で、そういう私立でやってる、早稲田とか慶応でやってるようなやつっていうのも、やっぱりその、会社の金で行くんですね、基本的に。こう、自前の身銭切っていくっていう話じゃないんですよ。なぜかというと、別に司法試験を受けるとか、なんか、会計士になるとか、そういう資格塾じゃないわけですね。行って、自分で経営してる人が、会社の経営を学ぶために行くわけですね。ということは、そのすぐ見返りがあるわけじゃないわけですね。まあ、その上にですよ、そんな経営塾に行ったから経営が上手くなるっていう話でもないかもしれないですね。だけども、そういう塾に意味があるとしたら、一つは英語の全部授業やるとか、その海外でビジネスやりたい人にとってみれば、そこで、
ある程度人脈ができるってことですね。海外に、まあもうすでにビジネス展開している人とか、これからやりたい人とか、そういう人が同じ、ゼミ生にいるってことですね。塾生として。そうすると、まあ、もうすでに一人500万も会社で払ってくるような人だから、まあ優秀でお金もある人ですね。そういう人と知り合いになれると。そういう人たちのインナーサークルに入れるってことですね。まあそういうメリットがまあ一つある。だから情報交換にもなるし、まあその後の自分のビジネスの展開に役立つような人脈も作れると。それは国内に作れるわけじゃなくて海外にも作れるってことですね。で、専門家とか、紹介してもらえるって可能性もあるわけですね。で、そういう意味では行く意味は非常にあると思うんですよ。で、行った人の話を聞けば、まあ、なんていうんですかね。ほら、行った人の話ってこれどういう人が行くかっていうと、全然勉強してない人が行くんだと思いますよ、僕は。おそらく。もう何にもよく知らないし、あんまりおそらくそんなに真面目に勉強したことないと。とりわけですよ。その中小企業のオーナーの息子なんてもうドラ息子に決まってますからね。それじゃ勉強なんかしたことないんですよ、ほとんど。で、まあ、なんだかんだよ、まあ、大学は勉強しなくても、まあ、入れるような大学入って、まあ、留学もさせてもらってんですね、大体。おそらく。お金があるからですよ。で、本人の頭の良し悪しは、本当に日本で頭がいいと官僚になりますからね。官僚とか、まあ大手企業、一部上場のその電力会社とかですよ。通信会社とか。まあ、半官半民だったような、昔は国でやってたような企業に、準公務員みたいなところに入るわけですよ。で、それ以外の人っていうのは、まあ、なんですかね。その中小企業のオーナーの息子とか、ですけども、まあ、その、公務員、役所に入ったり、その準、まあ昔、民営化されたような NTT とかさっき言えば、まあ、JR とか、電力会社とか、そういうところにいる人っていうのは、そういう人、どこにいる人は、そういう人を育てるための専門の教育施設があるんですね、社会人になってから行くのは。その、政策大学院大学とか、国際大学とか、なんかそういう、もう公務員だけが行くような、そういうエリート養成学校みたいなのも最近できてるんですね。それはもう一般人が行けるとこじゃないわけですよ。それで社会人が勉強しに行くとこなわけですね。で、国内にもあるし、あるいはそのアメリカにもそういう社会人向けのコースがあるということですね。だからそういうとこに行った人は、そういう人で情報共有して、どん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 、まあ、勝ち組に入っていくわけですね。インナーサークルに入っていくわけですよ。で、そこに入らない人は入らない人で、まあ、独自でやっていくしかないと。で、その中間を埋めるために、まあ、中谷巌さんという人は私塾やってるってことだと思うんですね。そういうことが書いてあると。で、500万だと。でも、持ち出しにならないけど、トントンだって話ですね。で、この中谷さんってなぜが、そんな私塾をやろうとしたのかっていうのが続きに書いてあるんですね。で、それである時、中谷さんになぜそんなことをやっているのか聞いたんです。そうしたら、自分の持ち時間が少なくなっているんだと。それとどうしても日本の将来について寄与できることはないか真剣に考えるようになった。そこでいろんな方法を試してみたけれども、彼の経験からすると上から変えていくしかないと思ったというんです。彼流のボルシェビズムだよね。だから一部上場企業の経営者になる連中を集めてるんだと。この前私も呼ばれて、進学から資本主義を考えるという大雑把なテーマで話しましたけど、直接にビジネスとは関係ないような日本文化や歴史などの講義も含めて、企業の幹部候補生たちに受けさせている。それぞれの講義には必ず参考文献を3冊、大体学術書、英語の本もあるけれども、きちんと読み込ませてくる。それで外国には留学しているから、英語での専門書を読む訓練はある程度できている人たちですけどね。そんな私塾を中谷さんはある志を持ってやっているということですね。で、この中谷巌さんって方は、その資本主義はなぜ自害したのかって本を書いてるぐらいなんで、
まあ、この方もハーバード大に留学したんですけども、まあ、他のところで読んだんですけど、結局は良くないって分かったらしいんですね、そういうところは。で、なぜかというと、結局ハーバードとか出ると、もう彼らのインナーサークルだけで金を回すと、もう先に、すごい一般人が知らないような、そのインナーサークルの情報が入ってくるんですね。インサイダー情報が入ってくるってことですね。で、インサイダー情報の入ってるところで働くと、もう一般常識では理解できないほど高給を取るわけですね。その年間3億とか、そういう平均年俸が、ゴールドマンサックスで働く従業員の平均年俸って7000万なんだそうですね。で、なんで7000万も1年でもらえるんだって話になっちゃいますけど、なぜかというと、この人たちはもう、金融情報、あれリーマンショックの前ですけどね、まだ金融情報がぐるぐる回ってるインナーサークルの中にいるからですね、もう儲かる情報しか知らないと。で、まあ、それはインサイダー取引のようなイリーガルな、法に触れるようなことをしてるわけじゃないんですけども、結局、そういう人脈がある人は何やっても最初から有利だってことですね。まあ、金持ちの裏、家に生まれればずっと金持ちだっていうのと一緒ですよ。みんな平等じゃないと。で、結局その、アメリカ式の、そういったエリート学校みたいなところ行くと、彼らだけで経済を回すようになってると。そういう構造ができちゃう。で、それが結局リーマンショックにつながったから、こんなことやったら良くないって気づいたそうなんですね、この人。中谷巌さんという人は。それで、その、私塾を始めたってことなんだそうなんですよ。僕は他のところで読んだらそうやって書いてますよ。まあ、この、資本主義はなぜ自壊したのかって本自体はですね、まあ、僕は全部読んだんですけど、実はあんまり、ピンとこなかったんですね。これ読むんだったら、まあ、小室直樹博士の経済言論とか資本主義言論と同じこと書いてありますからね。で、参考文献にも上がってますから、そっち読んだ方が、いいような気がしましたけどね。なんか、その、あんまりオリジナリティのあることを書いてる感じはしなかったんですけど、そんなこと言っちゃ余計なお世話なんですけど。まあ、とりあえずでも、そうやって私塾をやって、ある程度のその、教養人みたいなものを、なんていうんですかね、その会社の経営者層の人にも、歴史的教養とか、文化的教養をつけてもらいたいと。儲ける方法だけじゃなくて、ちょっとトータルにヨーロッパ人と張り合える、欧米人と張り合えるような人材を作りたいと思ってやってるそうなんですね。で、まあ、なぜやってるかっていうと、いろいろ試してみたけども、まあ、日本の将来についてやっぱ真剣に考えると、そういうことをやらざるを得ないということに気づいたそうなんですね。で、なぜそんなことやんなきゃいけない？なぜ日本人がそんな歴史とか、自国の日本文化や歴史を、の講義を、社会人になってからまた勉強しなきゃいけないのかっていうことが問題になっていくんですね。で、このことについて、佐藤勝さんが語ってんで、続き読んできます。ただそれは塾生の力を強化し、企業の力を強化するけれども、我々の手の届かない世界じゃない。私はそういうトップエリートの強化ではなくて、市民社会を強化したい。だから私はほぼ講演を引き受けないのだけれども、書店での講演会はやるんです。でもそこでやっぱりこの人は、その人の本は一度も読んだことがありませんとか、いや、あなたのお話は難しかったけれども、それにつけても橋本って良くないと思いませんかとか、そんな話になる。これはこれで全然土俵が成立しなくなるわけですね。となると、半分閉ざされてるくらいのカルチャーセンター、今ここでやってるような1回3000数百円の軌道チームを取って、数十人規模集めるくらいの形が、より良い市民社会を作っていく一歩として一番適しているのかなと思って、今を生きる資本論を作った時からやってるんです。でも、もう少しだけ絞り込んだ合宿みたいな形をどれだけできるか、2日ぐらい集中するのもいいかもしれませんね。ちなみに中谷さんの私塾って、土曜日の講義で大学院での15回分をやるんです。土日で通年分の講義の内容をやっている。ということは、それに対する準備のための勉強もしないといけない。さすがにノルマがきついので、多分松岡正剛さんのところのシステムを取り入れたんだと思うけど、師範代システムというのを作って、何度か参加してきた生徒が教えたりする形にして回るようにしています。
20年後になったら中谷さんの私塾の卒業生たちは国際的な感覚を持つとともに、日本の伝統とか歴史に関する造詣も深い面白い経営者に育っていると思う。ということですね。で、佐藤勝さんにしてみれば、この方、講演会は引き受けないんですね。で、これすごいいいこと言ってましたよ。なんか、ズルさんのすすめ、なんか、なんかのすすめって本に書いてありましたけど、講演会やると1回80万とかもらえちゃうらしいんですね。1時間半とか喋るだけで。で、金銭感覚が狂うから、有料で引き受けないって言ってましたね。で、1冊の本、まあ、この本も1400円ですけど、1400円の本を売ると140円なんですね。印税って大体10%だから。で、140円をコツコツ積み重ねて、所得にしていくっていうことをしないと、一回、なんか適当な雑談みたいなことして、80万とか、まあ、50万なり100万なり稼ぐ味を知ってしまうと、これ本書くのがバカらしくなっちゃうから引き受けないって言ってました。それを聞いた時に、この人は偉い人だなって僕は思いましたけど。だから、書店での講演会をやるって言うんですね。書店に呼ばれて、なんか自分の本の宣伝も兼ねて話すっていうことはやるけども、どっかで講演を、まあ、講演会よくやってますけどね、それを、まあ、無料で行ってんだかお金もらってんだかよく知らないですけど、ほぼ引き受けないようにしてると。だけども、書店で講演会やっても結局質問が出てくると、本は読んだことないけど来ましたとかですね、あなたのお話は難しかったけど橋本徹が嫌いじゃありませんかとかですね、そんな話になっちゃうと。で、これじゃ全然土俵が成立しないっていうことですね。これ、東京第一塾っていう塾、多分無料なんだと思うんですけども、それも映像で見る限り、質問してる人がたまにすごいトンチンカンな質問してることあるんですね。なんか、その時にでも、佐藤勝さんって、ほんとむちゃくちゃ切れますからね。お前何言ってんだよぐらいのこと言って、帰っちまえよ、みたいなこと言う。あれ、喧嘩みたいなことになってましたけど。だからまあ、本も読まないし、自分の感情だけで物言って、まあ、書店の講演会なんか行くと、ただの暇な人が来てですね、なんか突っかかってくると。だから、こんなことやってると土俵が成立しないと。だから、まあ、1回3000円ぐらいの、カルチャーセンターでですね、1回3000円ぐらいの軌道賃って言い方もあれですけど、まあ受講料を払ってもらって人を集めてやっていく形が、まあより良い市民社会を作っていく一歩として適してると思ってるって言ってるんですね。で、カルチャーセンターっていうのはたくさんあるんですけどね、まあ私の住む長野市にもあるんですけども、まあそんなに昼間受講するような人ってもう退職したお年寄りぐらいですよ。暇な人ですね。余裕があって暇な人ぐらいで。その若い人が、まあ英会話教室ならありますけどね。ある程度、夜、高学歴あふれる人が集まるっていうのはあるけど、それ以外の日本の文化だとか歴史とかの講義をですね、専門家にお金払って聞きに行くっていう文化はないわけですね。まあ、なけりゃ、それはまあ、よっぽど本人が興味あって、歴史の本読むとかですよ。専門書読むっていう、もう学生時代からそういうのが好きでやってるっていう人以外は、これまず本なんか読まないですよ。毎日忙しいっていうか、まあ本を読む習慣が、忙しくたって読みたい人は読むんですけど、読まない人は読まないですね。で、ある程度そういう人に、まあ土俵が成立しなくなるわけですね。だって、日本の歴史も世界の歴史も何も知らないわけですよ。で、そうなっちゃ困るから、カルチャーセンターぐらいのとこでやるのがいいって言ってるんですね。で、そういうことをコツコツやっていけば、まあある程度その日本の伝統とか歴史に関する造詣も深くて国際的な感覚を持つ人間ができるんじゃないかと思ってると。で、中谷巌さんもそういうことを思っておられるということですね。で、中谷さんの私塾っていうのは、土曜日の講義だけで15回分やると。大学院の15回分やるってことは、だから土日だけで9時間9時間18時間ぐらい多分講義やってんのかもしれないですね。で、そんなん出てりゃ、1回で頭に入んないから、チューター制ってことですね。先輩2人ぐらいが後から入ってきた人の面倒を見て、わかんないところをサポートすると、師範代システムっていうのを作ってるってことですね。
ということです。手続きを読んできます。日本の経済政策の決定に大きな影響力を持っていた中谷さんは、新自由主義の行き着いたところを自分の目で見、肌で感じて、自分が新自由主義の旗振りを役をやったのはとんでもない方向の社会を持っていく手助けをしてしまったようなものだという深い悔いがあるわけです。その軌道修正をするためには、新自由主義にかぶれない体制を持ったエリートを今から作らなければいけない。そのためにやっぱり100年か10年から20年かかるでしょう。それが実現できたとき、今70歳を超えた中谷さんが現役でおられるかどうかわからないけれども、最後に残そうとしている仕事がこの私塾なんです。似たようなことをやろうとしているのが、名前を挙げた松岡聖剛さんだよね。松岡さんと中谷巌さんは横の連絡を取りながら何かやってるわけでは全くないのに、非常に似たようなシステムに落ち着こうとしています。これはね、裏を返すと大学が機能を果たさなくなってきているからですよ。本来は大学で作らなきゃいけない教養人をわざわざ私塾であつらえて作っていかな、わざわざ私塾をこしらえて作っていかないといけなくなっている。ただ、私がやりたいと思っているのは繰り返しになるけれども、そこまでのエリート主義のことではなくて、もっと、なんだかここに集まってくれた皆さんはエリートじゃないと決めつけたくてしょうがないみたいですが、会場笑い、つまり私自身がプロレタリアートの一員なんだからです、一員だからなんです。ディミトリー・ピーサレフという19世紀ロシアの思想家がいます。日本ではあまり紹介されていませんが、カミューが反抗的人間の中でピーサレフを評した言葉を借りると、シェイクスピアよりはよりも長靴の方が重要だというような人です。彼は実用性のある美や知識じゃないと意味はないんだと言って、27歳で溺れ死にました。このピースアレフが思考するプロレタリアートという概念を作ったんです。私はプロレタリアート家庭の出身、労働者家庭の出身者ですから、この思考するプロレタリアートという言葉がなかなか好きなんです。この言葉が指しているのは、読書人階級というのに近いんだと思いますね。つまり本を読むのが好きで、本屋さんが好きで、かつ世の中で言われているようなことをそのまま鵜呑みにするわけではない人たち、同時に社会での上昇志向がそう強いわけでもない人たち、圧倒的大多数の人々と同じところにいるけれども、ちょっと違う視座で物事を見ることができて、論理や知識の土俵だったらいわゆるエリートたちと対等に議論することができる人たち、それがピーサレフとか、もしくは19世紀半ばのナロードニキ、過去人民主義者、過去とじっと呼ばれる人たちの考えるモデルだった。こういう考え方って意外とこれから重要になってくるんじゃないかな。とりわけ、競争の中で自分だけが勝てばいいと思っている人たちだらけのつまらない世界から足抜けするためにはね。ということです。まあ、ここすごい、ああ、なるほどなと思って読んだんですけども。まあ中谷さんとしては新自由主義はろくでもないって気づいたんですね、アメリカに行って。そのことは、その資本主義はなぜ自壊したのかって本に詳しく書いてありますけども、だからそれを修正するために、何ですかね、その単に競争の中で自分だけ勝てばいいっていうようなエリートじゃないエリートを作らなきゃいけないと思ったということですね。で、まあ佐藤勝さんもそういうことを考えてると。で、エリート主義的なことじゃなくて、思考するプロレタリアートっていう人たちを作りたいって佐藤勝さん言ってるんですね。それは読書人階級だって言うんですね。で、この読書人階級って言葉、すごいいい言葉だなと思ってたんですね。これ、まあ、佐藤勝さんは昔副島貴彦さんと対談してる時も、読書人階級を復活させなきゃいけないと。ある程度本を読んでて、ものが分かってる人っていう中間集団というんですかね、中産階級の人たちを作んなきゃいけないっていうんですね。これ、まあ、福田和也さんも言ってたんですけど、ある程度、その、純文学だったら芥川賞ぐらいは買って読むぐらいの人がある程度社会にいないと、その厚みっていうのがないと、こう困っちゃうんですね。なぜかっていうと、世の中一色になっていくってことですね。もうテレビで言ったこと全部鵜呑みにしてるみたいな人ばっかになっちゃうと。
で、読書人階級っていうのは本が読むのが好きで本屋さんが好きで、かつ世の中で言われてることをそのまま鵜呑みにするわけじゃない人たちってことですね。で、上昇志向が強いわけじゃないけど、でもいわゆるエリートの人たちに対等に議論することができると、こういう人がいないと社会っていうのは、この人たちが格差社会の上と下をつなぐ人なんで、この人たちがどっか行っちゃうと、いなくなっちゃうと、本当に頭の中身の格差社会の方がきついんですね。もう、教育受けられる人は金に糸目をつけず、一期500万の私塾に入ってどんどん勉強するし、もうそれは大して地頭っていうか、その能力はもしかしたらないかもしれないですけど、お金があればそっちの方にいくらでも入っていけるんですね。で、逆にお金がなきゃ本も読まなくて、ずっと下の方に行っちゃうと、文字もギリギリ読めるぐらいになっちゃうと。で、新自由主義っていうのはそういう頭の中身の格差を積極的に作って固定させていくところがあると。そのことをこの「今を生きる階級論」って本はずっと書いてあるんですね。で、階級論って何かっていうと、これからの社会はもう固定化されていくと、階級が。で、一般教養がみんななくなって、ある人とない人の差がすごいついてきて、それが抜け出せないものになってきてるということですね。で、教育費がすごいかかるようになってきてると。で、我々が当たり前で受けてた公共教育みたいなものは、もうどんどん質が落ちると。教えてる先生も質も悪いけど、受けてる生徒の質も悪いと。今もクラスも真ん中ぐらいの子がいなくなってるって言うんですね。もう全く授業、何に、ちんぷんかんぷんなこと、学校でやってる授業は優しすぎて、もうなんか聞く気がなくなる子の2つに分かれてて、その間を取ってっていう子がいないんですね。だからお金がある人はどんどん私立の学校行っちゃうと。で、もう教育費もなかなか出ない家庭の子は、いやいやながら学校に来て、授業中ペチャペチャ喋ったり、立ち歩いたりすると。そうなってたんですね。で、僕が受けてきた教育の中では、なんとかみんな一緒にやってこれたんですね。今思うんですけど、僕、リンゴが嫌いだったんですよ。で、これなんで嫌いになったかというと、すごい、どうでもいい話なんですけど、僕長野市に住んでるんですけど、リンゴが食べられなかったんですよ。で、食べると気持ち悪くなるんですよ。で、なぜかなって思ったんですけど、これ子供の頃から食べられなくて、で、今はリンゴすごい食べるんですね。で、うちの兄貴もリンゴが好きなんで、フルーツがすごい好きで、この前リンゴを一緒に食ってたらですね、お前リンゴ嫌いだったのに食うようになったんだなって言われて、で、僕は、いや、ようやくリンゴの美味しさが俺に追いついてきたと。リンゴは美味しくなったからだと。だから食べるんだって言ったんですね。冗談で。そしたら、もうずっとリンゴを食べて40年過ごしてきた兄貴がですね、あ、確かにお前の言う通りだと。リンゴはうまくなってると年々。で、昔食べてるリンゴより明らかに今のリンゴは美味しいって言ってたんですよ。で、何を言いたいかっていうと、僕がリンゴ嫌いだったのは、学校の給食にリンゴが出たんですね。で、皮つけたままのリンゴが出たんですよ。で、4つに切ってあるやつが袋に入ってきて、それは給食で配られて食べたんですよ。で、それを食べると毎回なんか気持ち悪くなるんですね。で、なんかすごい農薬とか使ってるからなんだかよくわかんないんですけど、それで嫌いになっちゃったんですよ。で、リンゴ食べたら吐き気がするっていう、なんかこれはインストールされちゃって、それからもうリンゴもう見んのも嫌だ、食べなくなったんですね。で、ようやく最近ってここ5年ぐらいでリンゴバリバリ食べるようになったんですね。あ、これはこんなに美味しかったのかと思って。で、今まではリンゴ食べると気持ち悪くなってたんですけど、そうならなくなったんですね、おかげさまで。ということは、何が言いたいかっていうと、実は学校給食の問題っていうのも、大阪とかで問題になりましたけど、橋本市長が言ってましたけど、学校に給食が少ないとこなんですね。で、この学校給食っていうのも、その自治体がどのぐらい税収があるかで、給食の中身が変わってくると、東京都内の区立小学校に通ってるのは、すごい、学校に給食を作る施設があるわけですね。だから、出来たてのもの食べられるんですね。で、献立もなんか、栄養士の人が入って、すごい美味しい給食が出ると。一方、過疎化したような小中学校なんか、
どっかのセントラルキッチンの給食センターで朝作ったものをですね、配送してやってくると。でも、コンテナ車に乗せられて、ギリギリあったかいようなものは来てですね、食べれば気持ち悪くなるようなリンゴが出たりですね、そうなっちゃうわけですね。そうなると、同じ公立小中学校でももう多分給食で差があるんですね。それは何の差かっていうと、その住んでる町がに税収があるか、儲かる産業があって、税金が集まってくるか集まってこないかで、子供の食べる給食まで変わってきちゃうと。で、給食一つ取ってそうなら、受けられる教育の質だって、そんな東京の小学校行ってた方がいい教育受けられますよ。で、まあ、地方のパッとしないとこにいりゃ、なんかパッとしない先生しかいなくて、やる気のない授業やってると。で、子供も何を教わってんだかよくわかんなくてですね、勉強嫌になっちゃうと。そうなってるわけですね。で、この差が、多分もう小学校にしてすごい、埋めがたい差がついてきてると。そこでもう勉強嫌になっちゃえば、僕がリンゴを食べるの嫌になったようにですね、もう一生もうリンゴ食わねえと、勉強しねえってなっちゃう恐ろしい可能性があるんですね。で、そういうことは進んでると。そんなことはここに書いてないんですけども、そういうこと思ったと。でも、もしかして、ギリギリその読書人階級ってがいればですよ、周りに読書する面白いおじさん、おばさん、お兄さん、お姉さんがいれば、なんとか自分で図書館で本読んで、系統的に学ぶっていうことも、まあ、できなくはないと思うんですね。でも、そういう人も周りにいなくなっちゃうと、これ完全に読書することもないだろうし、なおかつですよ、恐ろしいことに、まあ、親が本を読まなければ子供ももう読まないですよ。家に本がない家庭に育てば、その家の子も本を読まないと。で、それは2世代続くと完全にもう全く教養のない気の毒な人ができちゃうと。で、そういう人たちがばっかになっちゃうと、まあ読書人階級ってものがなくなるとですね、やっぱこれ二極化っていうのはさらに進んでいくって言わざるを得ないんですね。で、それは僕はすごい思うんですよ。だから、怖いなと。だから読書人階級の復活ってことを言ってんですね。で、まあ僕読書人階級ってことについて、僕のブログで記事書いてあるんで、まあ何をもって読書人階級かって言うかっていうとですね、これはまさしく岩波文庫を一冊読むとかですね、僕の考えてる中でではですよ、ある程度、まあ、あるいは新潮文庫の海外文庫を読むとかですね。まあ、楽しんで読めるってことですね。まあ、あるいはその中高文庫の世界の歴史を読んで、まあ、半分わからないながらも、これは面白いことがきっと書いてあるに違いないと類推できることですね。その力がないとですね、これは結構きついんですね。で、まあ、僕にとってみれば、まあまあ、でも司馬遼太郎の小説が好きで読んでるっていうのを読書人階級と呼べるのかっていうのは、僕は結構そこにはちょっと差別的な意見を持ってて、それは僕にとってはエンターテインメントを読んでる人になっちゃうんですね。実は 好きで読んでる方にとってはちょっと余計なお世話になっちゃうんですけど。それはなぜかっていうと、まあ歴史小説っていうのはまあ、ストーリー、物語なわけですね。だから、あんまり受け売りでいいわけですよ、書いてあることが。だけど、批判して読む能力っていうのはある程度、本人の読書のつきは積み重ねがないと読めないもんなんで、誰でも読めるもんじゃないわけですね。で、読書人階級って人は、世の中で言われてることをそのまま鵜呑みにするわけではないって書いてありますけど、そういう人を作んなきゃいけないと。で、テレビのニュースの解説とかって何が問題かってすごい単純化して説明するんですね。で、そういう意見を聞いてると、これすごい感情的なものの見方しかできないわけですよ。で、そのレベルを批判して、何言ってんだこの番組を適当なこと言いやがってとか思って見れるようにならないといけないと。でも、そう見れるようになるにはある程度抽象的なこと書いてある
本とか漢字だらけの本とか読まなきゃいけないと。で、それはやっぱり日本の教育の中で まあ岩波文庫とかですよ。お金出して買うぐらいの人がいないと、その部分はどうしても鍛えられないと。まあ、岩波文庫ですね。僕の中で岩波文庫。だから僕のこの音声コンテンツも岩波文庫に入ってるようなのを取り上げてるわけですね。まあ、歴史に関しては中古文庫で話してますけど。で、歴史に関して話すんだったら別に他の素材だってあるわけですよ。その、わかりやすく歴史を教えてる、なんか伊沢元彦さんとか書いてるような逆説の日本史とか、ああいう本ありますね。で、僕はああいう本って、まあ別に間違ったことは書いてないと思うんですけども、その、やっぱ読みやすく書いてるわけですよ。あんまり批判的に読まなくても、読み流して、そうか、真実はこうなんだって思って、エンターテインメントになってるもんだと思うんですね。それは司馬遼太郎の小説もそうなんですけど、そうじゃないものを、むき出しの年表だけ投げられて、それで面白いと思ってくださいっていう、自分で類推する力を養ってくださいと、そこまでできるのが読書人階級じゃないかなって僕は思うんですね。だから批判しながら読む能力っていうのはないと、まあ、まずいんだな、まずいんじゃないかなって、まあ、僕は個人的に思ってるんですね。で、そういうのは思考するプロレタリアート、イコール読書人階級ですね、ということですね。で、まあ、そういう思いでいるんですね。で、まあ、なぜこんな話を本題に入る前に長々したかっていうとですね、まあ、そのビスマルク体制と勢力均衡って、まあ、高校の授業でやったとしても、多分30分ぐらいで説明終わっちゃうと思うんですね。まあ、こなしきれないから学校の先生もちゃんと教えられないところだと思いますが、ちゃんと説明すれば多分10時間ぐらい音声コンテンツ作って話さないと細かく理解できないってことですね。で、なおかつその頃の問題は今のドイツも同じ問題を抱えてやってるっていうのが分かると。そういうのが分かれば、これは立派な読書人階級になっていくと思うんですね。まあ、ビスマルク体制のことを勉強したら、まあ、僕もそのコメントとかいただいて、まあメールとかもいただいて、あ、もうちょっと詳しく説明しなきゃいけないなと思って、また新たな資料を買って、また説明を重ねていくと。まあ、これは僕の自分の勉強のためにやってんですけど、まあ、この音声聞いておられる方たちは読書人階級になる、なる、になろうとしてる方々、もしくはそうである方々だと思うんで、まあぜひ、なんていうんですかね、ぜひぜひに、読書人階級っていう自覚を持って本を読んでもらえばいいかなって思いますね。で、その人たちがないと本当生きづらい、楽しくない大人しかいない社会になっちゃうんですね。楽しくない大人って、だってもう楽しくないんですから。何が楽しくない、せこいんですから。もうせこくて話すことはつまんねえし、人の悪口しか言わねえしみたいな、金には汚ねえしみたいな、そんな人ばっかり世の中いたらですね、いや、生きてんの嫌になるわけですね。で、そういうのが嫌だっていう人は多分読書人階級だと思いますんで、バランスの取れた人間ですね。でも、まあ今の、じゃあ勉強しましょうってなると、はい、500万円って話になっちゃってるんですね。高学進があると、はい、500万円払ってくださいって話になっちゃってるんですよ。で、払えるわけないですからね。だからまあ、2000、3000ぐらい月払ってですよ。自分で書籍買って読むと。で、読めなかったら、まあ、宮沢さんと一緒に読めばちょっとはわかるかなと思って、僕にスカイプで読書会を有料で申し込むとかですね。そんぐらいやってくれりゃいいかなと思って、まあ、活動してますんで。まあ、最後は、ずうずうしく宣伝になりますけど、まあ僕も本当は読書人階級の復活みたいなものを考えてやってんですね。で、こういう歴史ってあるんですよ。僕、大学時代、短歌サークルに入ってたんで、短歌やってたんですね。で、短歌とか俳句とかやってる人口ってすごいいるんですよ。で、この人たちは一応、読書人階級じゃないんですね。そこまで立派な人たちじゃないんですけど、自分で俳句とか短歌読んで人に読ませたいっていう、まあ結構せこい人が多いんですけど。すごいエゴの強い人の方が多いんですけど、大半がそうで、僕はちょっと嫌になってやめたんですけど、でも、そういう短歌とか俳句でつながる人間関係ってあるんですね。それはもう日本の伝統で、
もう松尾芭蕉のところからあるわけですよ、俳句結社みたいなのは。で、松尾芭蕉なんか偉いから、みんな日本中に弟子作ってですよ、そこに行けばちょっと泊まって美味しいもの食べさせてもらうぐらいの感じで歩いてたわけですね。で、そういう文化人の伝統ってのは日本に脈々とあるんですよ。で、これこのまま行くとお金500万円払えなきゃそういうサークルに入れないって話になってるんですね。まあ松尾芭蕉の時代だってその土地の有力な豪商っていうか商屋さんとか、そういう土地の有力者じゃないとそんな俳句なんてやってる暇ないし、その頃は本が高いんで、なかなか一般人なんか買えなかったらしいんですけど、その話は前江戸時代の出版についてって音声で喋ったんで、まあ、貼っつけときますけど、まあお金がないと俳句も読めないっていう時代だったんですね。まあ江戸時代のある時期からお金がなくても川柳だって言って庶民でも俳句やりだしたんですけども、まあ、そういう文化的な伝統は日本には脈々とあるんですね。だけど、本当、この新自由主義、グローバリズムのせいで、ほら、すごい二極化してるんですよ。ということをですね、ご理解いただきたいです。それに対する抵抗運動って、読書をするっていう運動が一番有効なんですね。で、かつ、地味ですけどね。だから、まあ、本当に反グローバリズムだから安倍首相辞めろとか、そこで言ってもしょうがないんですよ。本当は自分で本読んで考える人を作ることが一番重要なことであって、まあ、僕が反安保法制とかあんまりなんか同調できないのは、もう集まって楽しいっていう感じが出ちゃってるんですね。で、その継続性がない話やって、まあ世論を作るって意味では意味があると思うんですけど、本当はちゃんと本を読んでですね、世の中冷ややかに眺めて、なんか間違ったことしたされてるのに加担しないっていう態度を身につける方が重要であって、それをやるにはやっぱ読書人階級ですね、思考するプロレタリアトという人がたくさんある程度いて、まあそういう、まあこの人いいこと言うな、面白いおじさんだなぐらいの人が、ちょっと世の中に喫茶店に行けばちゃんといて、ためになる話してくれるぐらいの人がですね、いる社会になってほしいですね、おじさん、おばさん。本当にもうろくでもないことしか話さない人しかいなかったら、もう嫌ですからね、年長者に対する尊敬なんかなくなりますからね、本当に。ちょっと愚痴めいてきたんで、もうこれでやめますけど、ということでした。で、じゃあ、今日は最後ですね、ロフト同盟の話をしたいと思います。165ページからですね。前回はお話ししたところは、ビスマルクがウィルヘルム2世に辞めさせられちゃうんですね。それは国内の労働問題、社会主義者鎮圧法をめぐって、まあ労働者の味方をして、国民の人気を得たいウィルヘルム2世とですね、保守的な経営者層優遇策で労働者からレモンをいくらでも絞っていいって考えてる保守主義者のビスマルク、これが対立して、まあもうビスマルクもいい年だったんですね。80過ぎててもこのじじい早く死なねえかなってみんな思ってたんですね。で、ようやく自分たちが操れそうな29歳のウィルヘルム2世がたまたま即位したから、その取り巻きが悪いんですよ。反ビスマルクの取り巻きがいて、ビスマルクには頭を押さえつけられてて嫌な思いしてた人たちが、この若旦那を持ち上げてビスマルクを辞めさせてしまえって言ってですね、周りで動いたんでしょうね、おそらく。で、ビスマルクが首切られちゃうんですね。で、首切られたらビスマルク体制って形で、ビスマルクが一人で5つのお手玉しながらですね、ロシア、オーストリア、イタリア、フランス、イギリスですね、うまく外交やってたのに、ロシアとの関係、再保障条約を、更新しなかったんですね。で、これによってロシアとの外交に亀裂が入るということです。で、今日の続きを読んでいきます。金融資本が取り持ったロフツ同盟。ロシア外交にはこの当時一つのコンプレックスがあった。クリミア戦争からこの方、南下政策を推進して均等トルコ問題にぶつかると、いつでも西ヨーロッパ諸国がロシアに対抗し連携し合う形になる。ベルリン会議もまたそうであった。ヨーロッパの仲間入りをしたいロシアにとって、これは強く疎外感を抱かせた。当時のロシアは常に国際的孤立に陥ることを恐れる気分が漂っていた。
不法戦争、まあ、不法戦争、プロシアとオーストリアの戦争ですね。不仏戦争、プロシアと、フランスの戦争ですね。で、プロイセンと内密に侵攻を約束したのも、均等バルカンで利益を得るという野心から出たものであることはもちろんであるが、その他にも、孤児の哀れな状態から何とかして逃れ、仲間を得ようとするロシア外交の孤独感から生まれた切実な願望でもあったわけだ。だからビスマルク体制の中でロシアはオーストリア、イギリスと対立する関係にありながらも、なおドイツとの結合に執着していたのであった。1887年、ロシアは関税を引き上げ、また外国人のポーランド国境地域における土地所有を禁止したのに対し、ビスマルクはロシア公債をドイツから締め出した。こうして経済政策の面ではドイツとロシアの対立がすでにビスマルク時代の末期に険しくなってきてはいたのだが、それでも1890年における両国間の再保障条約の更新問題ではロシア側の方がなおはるかに継続を熱望していたのだ。ところがドイツの侵攻路は再保障条約は消滅させるし、通商ではロシア穀物に差別的交換税をかけるし、先のロシア公債締め出しは継続するし、全く何一つとしてロシアに対してつながりを持つ手を差し伸べようとはしてくれないではないか。こうなってくるとロシアとしても、あの国際的孤立の悲哀、恐怖感が募らざるを得ない。ロシア外交はやむを得ず別の仲間を探さなければならなかった。そこに現れてくるのがビスマルク体制下で20年間も孤立を強いられてきたフランスである ということです。まあ、ビスマルクがロシアと仲良くしてたと、まあ、プロイセンが力をつけてオーストリアを倒してですね、フランスを倒してドイツ統一していく過程で、まあ、なんとかロシアと仲良くしたかったんですね。だけども、ロシアにドイツと仲良くしたいって気持ちがあったんですよ。オーストリアやイギリスとは対立する、イギリスとはその南下政策で中近東で対立しちゃうんですね。で、オーストリアはまあ接してるから対立してると。まあまあ、バルカン地域ですね。で、対立すると。トルコをめぐってとか。で、ドイツと仲良くしとかないと、ロシアとしてもやっていけない形があったから、まあ、両者の利害は一致してたんですね。だけども、もうビスマルクの末期の時代からですね、ロシアが関税を引き上げたり、ビスマルクがロシア公債をドイツから締め出したと。まあ、ロシアも、財政難なんで、ロシアへの国債を発行してドイツに引き受けてもらってたっていうのはあるんですね。で、だけどビスマルクはもう末期の頃ですよ。辞める前ぐらいはもうロシア公債をドイツから締め出したけど、そんなもん買わないって言って追っ払ったってことですね。で、そういうことですよ。で、だけど、そんな状態になっても、まあ、1890年における再保障条約の更新問題でも、ロシアの方はまだ継続を熱望してたんですね。それをウィルヘルム2世がもういいですと、やめましょうと、更新しませんって言っちゃったと。で、ドイツの新興路政策というのはロシアとの手を切りたかったってことですね。で、イギリスの方についていっちゃったってことですね。そしたらもうロシアは別の仲間を探さなきゃいけないと。そうなるとフランスが出てくると。で、フランスと同盟組むわけですね。で、続きです。ドイツで締め出されたロシア公債はその市場を求めてパリに進出する。ここではホスキエの主催する金融シンジゲート団がロシア国債の引き受けを積極的に働きかけていた。彼はフランス財界を代表して1888年、ペテルブルグに赴き、ロシア増商に官を通じて、パリに4分利付公債5億フランをもたらしたが、応募は11万を数え、翌89年にも3億6000万フランの公債がたちまちに消化された。さらに重要なことに、当時のヨーロッパの国際金融界に君臨していた、あのパリのロスチャイルド財団が、財閥が、20億フランにも達するロシアの公債を引き受けたことであった。かくしてロシア借款の80%近くがパリの金融市場で消化されたことになるってことですね。まあ、この頃パリっていうのは、まあ、今のパリ、今のフランスは見る
影もないですけど、金融市場が、あ、まあでも今もあるのか。今がどこに金融市場があるんだか分かんないですけど、まあオランダとかベルギーとかなんですかね。まあだからパリがその頃は豊かだったんですね。ではそのパリというかフランスですね。だから不仏戦争に負けた賠償金も3年で払ったんですね。50兆、100兆ぐらいですかね。100兆ぐらいの、100兆じゃないか、10兆ぐらい、今の言う10兆円ぐらいの賠償金、3年で払ったんですね、フランスって。だから経済力がすごいあったんですね。で、ロシア公債を、引き受けてくれたんですね、パリの財界が。で、ロシア帝国っていうのは、まあ赤字財政だったんだと思いますよ。その辺詳しく書いてないですけど。で、ロスチャイルドは20億フランも交際を引き受けてくれたと。この20億フラン、この前、ドイツと不仏戦争の賠償金が50万フランだったんですね。50億フランか。いくらぐらいなんですかね、これ。1フラン2000円だったんですね、確か。20億フラン。4兆円。4兆円ぐらいですか。まあ4兆円ぐらいのロシア公債引き受けてくれたってことですね。で、ロシアの借款が 70%、80% 近くが。だから日本国債の 80% がフランスが買ってくれるようなもんですね。フランスがすごいロシアを支援してくれたってことですね。それはロスチャイルド主導で、ロシアの公債をバンバン引き受けてくれたと。で、次ですね。このような巨額の資金が一強国から他の強国に借款されるのは、その間に同盟が存在するか、あるいはその予想のある時のみである。それは今や人々の目に明らかであった。金融取引が次には商取引で補強された。しかもそれがロシアの武器購入という軍事政治に直ちに関わるような品物で媒介されたことは意味深長であった。ロシア皇帝の弟ウラジミール大公がパリを訪問した際、彼はフランス陸将フレシネに対して新式のレベル10の視察を希望した上、試験のために一艇と薬莢を寄付されたいと申し出た。これはデリケートな国際関係の中で大変驚くべきことであったが、フレシネはその要請に応じ、これがきっかけとなってロシアはレベル10、50万丁をフランスに発注することになった。その上ロシアは装備の改良に伴う軍編成計画の改革もフランス軍との密接な情報交換によって行うことを希望し、火薬工場もまたフランス技術の誘致で新しく設立される。こうしてロシアとフランスの接近は88年以後急速に進んだってことですね。これ今も実はフランスのオランド大統領が、何ですか、軍艦をですね、ロシアに売ろうとしたんですね。で、代金も払ってもらったんですよ。でもどっかから横槍が入って代金返したんですね、そのまま。で、その軍艦をエジプトに売ったんですよ。これ最近あった事件ですね。僕はゼロヘッジっていう、その海外ニュースのキュレーションサイトで読みましたけど、フランス人ってロシア人と今も軍事的な結びつきを、まあ武器とか売ったりしてるわけですね。でもなんか国際的にどっかから圧力がかかるみたいなんですね。これよくそういう問題なんですよ。フランスのなんか石油王みたいな人が前、モスクワの空港で、その人が乗った飛行機が爆発して死んだことありましたけど、それ1年前のぐらいの話ですね。なんかすごいきな臭いことが起こるんですね、急に。で、飛行機がなんか、車両にぶつかったんですね、空港で。で、その人死んじゃったんですね。プライベートジェットかなんかですけどね。だからその、ロシアとフランスって伝統的に結びつきがあるんですね。で、そこに横槍を入れてる勢力がどこの勢力なんだかよくわかんないですけど、まあ最近もそんなことで、ロシアに売る軍艦をエジプトに、
代金もらった上でエジプトに売ってしまってお金を返した事件がありましたね。まあ、ドイツとしてみりゃ困るわけですね。挟まれるから。挟まれて第一次大戦で負けてますからね、コテンパンに。もうこれ、ロシアと接近、フランスが接近した時点でですよ、もうすでにもうこれでドイツの負けがもう、その20年後の負けがもう見えちゃってるんですね、これ。20年後、20何年後の負けが見えてきてる問題になっちゃったと。恐ろしいですけどね、これね。続きです。しかし、ロシア外交はまだ決してフランスを信頼してはいなかった。共和制フランスを最も嫌悪していたのは他ならぬロシアのツァーリズムであり、テロの亡命者はほとんどパリに集まっていたから、ロシアにとってフランスは最も危険な国家であったのだ。だから経済的に急速に接近した後もなおロシアはドイツとの結合を放棄しようとはしなかったのだ。これも重要なことが書いてありますね。フランスはもう共和制なんですね。この頃第三共和制ですね。共和制って王様認めない国家なんで、そんなツァーリズムっていう皇帝がいるなんていう国となんか一緒にやってらんないわけですよ。で、ロシアのテロリストですね。だからアレクサンドル2世とか、爆弾テロで死んじゃってるんですけど、ああいうテロをやった人のテロ関係者たちが亡命してパリに暮らしてたわけですね。だからロシアとしてはフランスとは政治的に相入れないんですよ。だからなんとかドイツとまだ仲良くしたいなって気持ちがあったんですね。で、続きです。しかし、新航路がロシアに対して先に述べたような冷たい処置を取り、ことに1891年5月の三国同盟更新と英独の蜜月はついにロシアとフランスとの協商へと踏み切らせたのであった。同年7月、フランス艦隊はクリミア戦争以来初めてロシア軍港のクロンシュタットを訪問し、ロシア官民の盛大な歓迎を受けたのであった。ロシア軍楽隊は演奏を禁止されていたフランスの国歌「ラ・マルセイエーズ」を、扮装し、吹奏し、ツァーリもまた規律脱帽してこれを緊張した。最も専制的な君主国家が革命の象徴フランスを厚遇し、クロンシュタットの水は通論、括弧フランスの軍港、括弧閉じに通ずると噂され始めた。このことは容易ならぬ国際体制の変化を感じさせた。続いて8月、両国政府は平和の維持のため、ロフツ両国は今後一切の問題に関し協議するという政治協定を結んだ。しかし、この政治協定は極めて漠然とした両国の和親の原則を示したもので、何ら特殊な利害に関する協力を謳ったものではなかった。ここからフランスは積極的に同盟の形成を働きかけ、両国軍部の緊密な交渉によって翌92年、両国参謀本部の間に軍事協定の調印を見た。またこの間、91年にはさらにロシアはフランスに対して借款を申し込み、国債ばかりではなく鉄道、土木の公共事業資金がパリの金融市場で調達された。ロシアの極東に対する帝国主義進出の動機となったあのシベリア鉄道は、かくて1891年からフランス金融資本をもって着工されるのである、ということです。あ、これすごいいいこと書いてありますね。シベリア鉄道はフランスの金融市場で資金を調達して作られたんですね。ってことは、ドイツと手を切ってからですね、フランスの資金が入ってシベリア鉄道が整備されたと。それがゆくゆく日露戦争になっていくと。その時イギリスはそれを見越して日本と日米同盟を組むってことですね。で、フランスとロシアの結びつきが今後の日英同盟になってくるわけですね。それを包囲する形で日本とイギリスが組んだわけですね。大きく包囲するために。ということですね。必ず包囲するっていう動きが起こるんですね。だから TPP、トランスパシフィックパートナーシップは、中国包囲網なわけですね。関税同盟であるといえ、中国を包囲すると。まだ中国は参加させないって形になりますね。ロフツ同盟も、
に対応する形で日英同盟ができていくということだと思いますけどね。で、続きです。こうした接近にもかかわらず、サーリとロシア外務省はなお容易にフランスとの全面的な結合に入り込むことを決心しなかった。先に述べた92年8月の軍事協定は、1年4ヶ月もの間、ロシア皇帝の批准を得ることができなかった。しかし、94年1月、ついに正式の調印と覚書が政府間に交わされ、ロフツ同盟が発足する。この同盟は、ドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟を明らかに対抗目標としており、ドイツまたはドイツの援助を受けるオーストリア、あるいはイタリアから攻撃を受けた場合に、ロシアとフランスは軍事的に全面協力すること。ドイツに対する動員数、フランス130万、ロシア7、80万を協定して、ドイツに東西両面戦争を余儀なからしめること。両国参謀本部は平時、戦時を問わず、いずれの場合にも三国同盟の軍隊について情報交換し研究することを定めていた。ロフツ同盟はもちろん秘密同盟であり、三国同盟が存在する限り継続することが約束され、確認されていたが、95年1月、フランス首相リボーはこの同盟の存在を世間に向かって暗示的に公表したのだった。もちろん全面的に同盟内容が発表されたのは、先にも指摘したように1918年ロシアに革命政府が成立してからだったということですね。ドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟を包囲する形でロフツ同盟ができて、さらにそれを包囲する形で日英同盟ができてみたいな、ずっと囲み合いになってるわけですね。で、囲み合うっていうのは勢力均衡、バランス・オブ・パワーの外交戦略の、基本的な戦略ですね。囲碁と一緒ですからね、ずっと囲っていくっていうことなんですね。自分が囲ってるつもりで囲われてたってことは一番怖いって言いますけど、ロフツ同盟ができてドイツは囲まれちゃうんですね。で、これ第一次大戦でコテンパンに負けていくんですけども、戦争するんですけど、ドイツが戦争した途端、ロシアとフランス東西で戦わなきゃいけなかったんですね。で、東部戦線、西部戦線異常なしっていう小説ありますけど、これでも途中でロシアが脱落していくんですね、革命が起こって。で、その時秘密同盟だったロフツ同盟の中身が分かるんですね。1918年のロシア革命によって、ロシアの革命政府がロフツ内同盟の秘密同盟の内容を明らかにするんですね。それまで引き裂かれてきたと。ロシアはドイツに降伏するんですね。革命したからレーニンが、戦争をやめるんですけどね。でも結局フランスに負けるんですけどね。その頃は別にもうウィルヘルム2世もいないんですけどね。ここから道を踏み外していくっていうのはよくわかりますね。これを読むと、でも日米同盟のこともすごい気になりますね。これ日米同盟を守り抜くっていうのは意外と重要なことで、みんな重要だと思ってるんでしょうけどね。日米同盟を継続を望んでるのは日本の方、これはきっと日本の方なんですけどね。ちょっとよく考えさせられる話ですね、これ。続きです。最後のヨーロッパ政策。ロフツ同盟はもちろん防御同盟である。しかし、それはビスマルクの作り出した多数の同盟に比べると、はるかに軍事的色彩が濃く、公衆同盟の性格が強い。ことに明らかに三国同盟を目標としていたことは、ヨーロッパの緊張を高めこそすれ、決して平和促進の材料になったとは言えない。また、当時三国同盟とイギリスとは緊密な関係にあったから、ロフツ同盟はイギリスをも標的するものと考えられ、それはヨーロッパ外の地域に発生するイギリスとフランスの利害対立をヨーロッパの中に持ち込み、紛争を呼び起こす可能性を十分に含んでいたのである。ともかくも、新興路はついにビスマルク体制の一端を失った。それも身から出た錆であった。今やヨーロッパの国際体制は、ドイツ、オーストリア、イタリア三国同盟、ロシア、フランスの二国同盟、そしてイギリスの名誉ある孤立という
3本の支柱の上に構成され、ドイツのヘゲモニーは新興路の指導者たちが十分に気づかぬうちに彼らの掌中から失せてしまったのであったということです。なるほど。これは僕も読み上げて一回読んでたんですけど、再度自分で説明してよく分かりましたけど、ビスマルク体制が崩れてイギリスは日本と手を組むんですよ。名誉ある孤立をここで捨てるんですね。なぜかというと、露仏同盟ができたことによって海外でロシアとフランスと利害が対立するようになっちゃったんですよ、イギリスが。これは重要ですね。だから名誉ある孤立だって言ってずっとやってらんなくなったんですね。で、そこでパートナーだって見つかったのが日本だったんですね。まあ、そのおかげで日露戦争に勝ったと。でもちょっと日露戦争で勝ったら吹き上がっちゃったと。感じですね。その吹き上がってんだろっていうのは夏目漱石は何回も書いてますね。三四郎に出てくる広田先生っていう人が日露戦争に勝ったけど日本は滅びるってはっきり言ってんですね。電車の中で三四郎に会って。で、三四郎はびっくりするんですね。地元の熊本にはこんなこと言う人いないって。あ、地元福岡の人ですけど、あれ。そんな九州であんなこと言ったらぶん殴られるって言って、広田先生はすごい人だなって思うんですね。でも、あの広田先生の予想が当たってしまうっていう。まあ、夏目漱石はイギリスに留学してますからね。このビスマルク体制の勢力均衡が崩れていく姿も、まあ、留学した頃の話なんで。まあ、そうなると、漱石はやっぱイギリスに留学してたから国際感覚があったんですね、当時にしては。1年半も行って分かったってことですね。そんなこともいろいろ分かっちゃいますね。まあそんなことでした。まあとりあえずビスマルク体制と勢力均衡の本数ではこれで終わりになります。まあ次回はまあ、どこの国を見ていったらいいんですかね。イギリスの話、まあ、かなんかしたいと思いますけど、わかんないですけど、まあ、また続きはまた別の形でやりたいと思います。まあ、エマニュエル・トッドの本もせっかく読んだんで、またお話ししたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。あ、メルマガ登録も募集してますんで、下の、概要の下の方に登録フォームに行くリンクがありますんで、よければお願いします。以上です。